レアルマドリード3、1リバプール CL 準々決勝ファーストレ、UEFA チャンピオンズリーグ、CL 準々決勝ファーストレグ、レアル、ドリード対リバプールが現地時間6日に行われた。ホームのマドリーが3、1の勝利を収めた。今、ズンのレアルマドリーはダゾーンで、いつでもど、でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、マドリは、ビニシウス・ジュニオールの2ゴールと、ルコ・アセンシオのゴールで3、1の勝利。10日に、割れるバルセロナとのエル・クラシコに向かいて、弾みをつける勝利となった。データサイト、布施コード、2ゴールのビニシウスに 8.8 をつけ、同選手がマ・オブ・ザ・マッチ、マムを獲得。攻撃面ではビ・シウスが目立ったが、守備面で貢献したのはゼミーロだった。前半 AT。右サイドでボールを持ちたトレント・アレクサンダー・アーノルドにして、カゼミーロがタックル。ボールは外に出、が、カゼミーロが攻撃の目を潰した。絶妙なタミングで、相手の攻撃の目を潰し、時にはディフェンスラインまで下がりカバーリングも見る。カゼミーロの守備への貢献度が高かった。他を見ると、カゼミーロのトータルタック数は8回。両チーム合わせても、最多で2位のファニョ、ルーカス・バスケス、ルカ・モドリの3回を遥かに超えていた。カゼミーロは厚的なタックル数を見せ、リバプール撃破に貢ぎした。次は10日に行われるバルセロナとのエル・クラシコ。カゼミーロの守備にも注目だ。両。